ご飯をここにこう置きましたら、はい、最初はほぐすんですか、はい、外から内側へ、外が内側へ、外から内側へ、小さく小さく、はい、それでこのヘラっていうのはちょっと手がしない、こういうふうにやってたんじゃご飯が練れちゃうんですよ、はい、ベトベトになっちゃう、だからこういうふうにここを渡るように、それでここにこうやってやると今度はまたご飯がのりになっちゃいますから、当たらない、なるべく当たらないようにこういうふうに、こういうふうにやらずにこういうふうにちょっと立てながら、はいはい、でひっくり返して、ひっくり返して、ひっくり返して、やってます。一度習った、はい、それでご飯をこっちが自分の前の方に全部ですね、少しやって、それからこのこのでご飯をひっくり返して、ひっくり返して、ここを持ってくるときにこうした方がいいですか？大丈夫です、濡れてるから動きはいいです、ね、本当、はい、それで少しやります、少しずつ、はい、もう空気だからね、軽いんですけど、今は今は空気だからね、軽いですけど、どうやって持って、どうやって持ってるんですか？それでいいです、本当、うん、シャ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 、ここを始めるんじゃないですか、それでここら辺にある分はもう少しずつ、そうそう、ここら辺でひっくり返してシャ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 するわけですか、はい、それでこう、大丈夫です、はい、取って、これが赤字、ちょっとこれ見せてもらっていいですか、カメラに、先ほど作った、そうです、いいですか、はい、いいですかね、はい、軽くっていうか少しこう真ん中、周りをかけて、で真ん中にかけるとお酢っていうのは平らですから、下にお米にザーッと浸透していくんです、それで外から内側へ、外から内側へ、全然違うでしょ、色が全然違います、じゃあはい、どうぞ、これ何回もやるんですか？そうです、3回やるんです、うわ、こんな感じですかね、そうです、手前から向こうへ、手前から向こう、はい、大丈夫ですかね？大丈夫です。はい、これで2回目ですね。じゃあ僕が仕上げ。お願いします。はい。はい、全然違います。一回見て。なんか、どうですか？結構抜いてくる？結構抜いて、結構抜いて、結構抜いて。すみません。しっかり出します。
これで綺麗に混ざりましたね。はい、色がね、綺麗にまだらだけど、なんていうんですか、赤くなりましたよね、今さっきね。